ノンジュアリティと癒しのシリーズというものを始めてみたいと思います。まあ、3週間から1ヶ月に1回ぐらい、こちらにいる、トシさんと一緒に上げていこうと思ってます。で今日は、まあ、そもそもじゃあノンジュアリティと癒しということで、それはどういうふうなことを話していくのか、なんでこの2つについて話していくのかっていうあたりを今日トシさんとお話ししていきたいと思います。で、トシさんは、11歳の時にイギリスに、移住です、ね、はい、してきて、もそのそれ以来ずっとイギリス在住で、まあ、いくつかの、いろいろな一別体験を経て、でまたそのノンジュアリティのリトリートとかティーチャーとかについて、まあ、ノンジュアリティの理解をすごくこう、頭じゃだけじゃなくって体感的に経験的に深めて、いらっしゃってます。で最近は、スコット・キロビーさんっていう人の、まあ、ノンジュアリティのティーチャーでもあり、キロビーインクアリーの創始者でもあって、そちらのコースを取って、ノンジュアリティベースの癒しの、まあ、勉強をしているという感じです。はい、はい、では、ノンジュアリティと癒しということで、はい、うん、なんでこの2つなのっていうあたりを、はい、うん、まあ、でもいつも愛華さんと会う時にしゃべってることですね。この癒しとノンジュアリティの両方、うん、やっぱり2つでパッケージでがないと、ノンジュアリティだけ、まあ、ジョンジュアリティも癒しを含めるって僕から見たらそうなんですけど、やっぱりノンジュアリティだけ知ってると、やっぱり癒しとか四季のことがはっきりインクルードされてないようなニュアンスがあるから、そういう意味で、まあ、四季っていうのはその現象の世界ですよ ね、はいはい、この世界ですよね、はいはい、いわゆる私たちが現実だと思っているこのいろいろ起きてると見えてる、うん、世界ですよね。だからあの、でも普通にノンジュアリティって、まあ、YouTube でとか普通のサットさんとかで聞いてたら、やっぱり誰もいない、何ここあの世界はなくて全部イリュージョンで何も起こってなくから、別に癒しもしなくていいって言ったら変ですけど、そこもそれもエゴの何ですか動きだみたいな感じで見られてから、でもやっぱり僕が通ってきた中ではやっぱり苦しみっていうものは続くし、あの美しいっていうものも続くし、うん、で人間っていうことも続くし、うん、でそういう意味での僕にとっては癒しっていうのは何ですか、うん、何か壊れてるから直さないといけないっていうんじゃなくて、うん、やっぱ生きるっていう意味なんですかね、うん、壊れてると思います。なんかあの一時日本でノンジュアリティが流行った時って、その私がいないっていう言葉だけがものすごくそのなんていうのかな、走ってたというか、でこう私がいないっていうことが分かればノンジュアリティなんだ、自己の不在っていうか、でそれは間違いではないんだけども、その私がいないっていう、自分というものはいない、愛華というものはいない、で、もちろんその誰もいない、言ってみればっていう、で全ては起きてるだけだし、まあ、究極的には何も起きてないし、で、私たちがここ現実だと思っている世界はイリュージョン、幻想の世界なんだ、もう起きてるようで起きてないし、起きてないし誰もいないし私もいないし、っていうところがものすごくその強調されて、だったらその癒しとか意味ないじゃん、はい、私そもそも苦しんでる私はいないし、はい、で起きてることも本当の意味では起きてなくて幻想なんだから、目の前で困ってる人がいても助けなくていいじゃない、はい、どうせ幻想なんだから、うんうん、でその部分がものすごく強調されたと思うんですよね。でその癒しの話とかすると、いやそれはあたかも誰かがいるかみたいに話してるから、はい、非人間じゃないよね、ノンジュアリティじゃないよねっていうのをすごく言われたかなと思うんです、はい、でそれってイギリスでもその傾向ってあるじゃないですか。僕も本当にノンジュアリティ始めた頃とか、そういう体験した時はもうそれが全てって見てしまうと、もうこれしかないって言いたい自分がいるんですよ。そこから見てたら
別に何も誰もいないし、勝手に物が動いてて流れてるし、そっから見て、でもやっぱり人間として生きていくっていうことはやっぱり違うなっていうことが分かってきて、でもそういうふうに捉えやすいですね。僕がこういうふうに喋ってたら、あ、この人分かってへんじゃないけど、あ、まだエコから喋ってるなとか、そういうニュアンスが僕の中にもありましたね。やっぱり本当にもう何もなくて、あ、全てがあのワンネスでアウェネスから見てて、ただ都市が動いててっていう風なのがノンジュアリティっていう風に見られてる時期がすごいあったと思いますね、やっぱり、うんうん、で僕も自分もそういう風に言ってる人の方が聞きたかった自分もあったし、でも、ね、他もうそれは半分だけでもう半分があるっていう風に見える、うんはい、うん、そもそもそのノンジュアリティって、ジュアリティって2つって言ってるんですか、ジュアル2つじゃないよって言ってる、その2つが、1つがその、般若心経でいう、空の世界、エンプティネスですね、はい、でもう1つが色で、フォームってです、英語だと形がある、形ある世界、変化ある世界、はいはい、で一方はだからエンプティネスで何にもない世界、だからそれこそ空間も時間もないし本当に何もないで、一つがもう一つの式が、空足式の式が形ある世界で時間があり空間がありストーリーがあり、でこの二つが二つじゃないよっていうのがノンジュアリティなんですけど、うんはい、なんか結構その日本語に非二元って言ってしまった時に二元を超えた世界があるっていうふうに勘違いしちゃった人たちが結構いるんですね、うんはい、でもそうじゃなくってこの空全くないっていうことと全てが起きてるっていうことも2つが分けられない、2つは分けられないっていうのがノンジュアリティじゃないですか、はいうん、でもそのどうしてもこう自我にしてみると、自我っていうのはこの全てが起きてる世界しか知らないじゃないですか、自分がいて時間があって空間があって生まれてって私の人生っていうものがあって、で私がいつか死んでってっていう、それしか知らないから、うん、この空の世界の話はとても憧れると思うんですよ。いや、わかります、そういうね、うん、なんか自分が知らない真実の世界なんだみたいな、うん、なんかそこにたどり着くと苦しみもないし、はい、ずっと平和だし、はい、なんかあのうっとりするような、はい、世界なんだ、ね、私かなり長くそう思ってましたけど、はい、僕もそうですねえ、はい、ねえ、特に苦しんできたりとか、やっぱ探求してる人って僕もそうですし、うん、やっぱり何かから逃れたいとか、やっぱり現実今の苦しさから逃れたいから、今見て今もっと見出して分かることなんですけど、やっぱりすごい逃げてた部分とか、やっぱ何か探しててそういう求めてるもの、やっぱノンジュアリティって言います、やっぱすごいアトラクティブなそういうものに対して、うん、別に何のプラクティスもせんでええし、ここに何がない誰もいないって言ってて、で本当にそれが事実なんですけど、それがでもそれしか見えてなかったらちょっとスピリチュアルバイパスにもなるし、あのトラップになるし、そのなんていうんですか、そのそこでスタックする、僕もスタックしてましたし、ずっとウェアネスでアバイトしてたらいいんや、苦しみもなくなるし、うん、でもセンセーションも感情もあれもいっぱいある中で一緒におればいいって、でもそれは事実で一緒にいてよかったんですけど、でもそこがあるから、なんていうんですかね、でもそこも分かってないと、そこを知らないとノンジュアリティって本当に言えないなって見えてきたんですね、うん、やっぱり自分の中で、うん、かほとんど その自我というのは形がある世界しか知らないくて、その空ってエンプティネスっていうものを見過ごしてしまうけど、今度はじゃ あのエンプティネスにが分かってきたってなった時に、そうするともう自分は真実が見えたから、うん、自我のその形ある世界なんて、うんいいんだみたいな、今度そっちに偏ってしまうっていうんですよね。あ、そうですね。で、まあ、ジャシャンティも言ってたんですけども、そっちに偏ってしまってそこに居続けてしまった人をまた人間というその形ある、ところにまたもうあるそこにまた戻していくっていうのはものすごく難しい、うん、わかります。真実を 見ちゃっただけに、はい、逆に すごく難しい、はい、ただいくらその空という自分の本質がよく見えたところで、これもよく
私はお話し会で言ったりするんですけど、借金が消えるわけじゃないよ、はい、でそれはあるから、はい、でそういう意味で、歯の痛みがなくなるわけでもないし、やっぱり歯医者さんに行かないといけないし、でいくら真実が見えたところで体はあるから、で実はその真実、空の真実がすごく見えたと言っても、よく自分を振り返ってみると苦しんでたりする部分があったりするわけですよね、うん、でもそこを真実が見えたっていうことで蓋をしてしまう、はい、でさっきスピリチュアルバイアスっていう言葉出ましたけども、うん、自分の中に苦しいものがあっても、これはただ起きてるだけ、はい、苦しいが起きてるだけ、はい、自分はいないって言って蓋をしてしまう、うん、はい、わかります。僕もそうやってますしっていうことやっちゃう、うん、はい、うんうん、やっぱり特にそういう概念っていうんですか、そういうアイデアってやっぱすごいガチガチになるっていうか、やっぱりすごい強いものに なっちゃいますよね。やっぱりそれ特に体験がすごかったら、もうその自分のエゴがもう握りしめて、僕に起こったことで僕にしか起こらへんかものであって、何ていうか、もうエゴにとってはたまらない体験であります。その全然そのポインティングは全然違うことなんですけど、でもね、そうですね、やっぱり僕今やっぱ分かり出しているのは、やっぱ自分のトラウマとか自分の苦しみなんで、でやっぱりアウェイナスにいてもやっぱり湧いてきてるものっていうのは湧いてきてるし、それで本当のノンジュアリティの言ってることとか美しさとかそういう深まりっていうのは、やっぱそこを見ることによって深まるっていうことをすごい分かってきたから、でもアウェイネスとかそういう体験して、あ、もうこれ完璧にこれやって分かるんですけど、それが深まるっていうのはそれが変わるっていう意味じゃなくて、アウェイネスは常にあって思うんですけど、やっぱでも人間としての深まりっていうのは、やっぱり人間の苦しみとか自分のパーソナリティとか何ですか、通ってきた、ちゃんと湧いてきたいものをほんまにちゃんと全部あるのまま沸かし立ってるかっていうことの美しさじゃないですか、素晴らしさっていうんですかね、うん、その深まり方、うん、まあ、言葉で言うのはあれですけど、がそういうことをもっと言っていきたいなっていうことで、ノンジュアリーと癒しを合わせるっていうこと、やっぱり、うんうん、そういうことですね、やっぱり、うん、で癒しってまあさっき見ましたけど、癒しって何かが自分がおかしいからとかじゃなくて、自分は完璧で自分は 100% なんていうアウェイネスで正しいと思いますし、正しいですし、でもそこで苦しみもしっかり起こってるし、完璧じゃない自分も起こってるっていうことのをしっかり両方にまとめるっていう、うんうん、でそうすると多分ね、そのじゃあ目覚めても真実がそんだけ見えても苦しいんだって多分なんだって思っちゃう人も多いと思うんですよ、うん、で前にアンソニー・デ・メイロっていう、インド人なんですけども、イエス使いの宣教師っていう変わった、はい、何でしょう、プロフィールを持った人がいて、でその人の本も私大好きなんですが、その人が悟る前にも打つ、悟った後にも打つみたいなことを言ってたのを、なんかブログにちょっと書いたことがあって、でそうしたら、なんだ非人間も打つ治らないんだみたいなことをコメントで書いてきた人がいたんですね、はい、でもちろん非人間って癒しのツールじゃないから、その打つ治すもじゃそもそもなくて、リンゴは赤いですねって言ってるようなレベルの話ですよね、うん、私はいない、それは理念でも考えでも哲学でもなく、もうありのままの事実、いないよ。でもそのじゃあ、真実を知る前の打つと真実を知った後の打つっていうのはどう違うの、うんうん、でやっぱり明らかに違うじゃないですか。違いますね、はい、ね、はい、ね、うん、で そこをすごくまあ一つは、お話ししてみてもいいかなと思うんですよね。確実にその真実を見るっていうのは変ですけど、まあ、そういう言葉使いたくないですけど、やっぱり確実にアウェイネスとか自分の本質の自分を分かると、やっぱりすごい楽になるし、いろいろな今まで起こってた思考とかというか、ストーリーとかが全部ナチュラルに取れていったも確実に僕の中にありましたけど、うんうん、それですごい楽になって、ナチュラルに何が取れていったと思う、その真実を知ることで、はい、その前まではもう完璧に私がいて、私のストーリーに同化してるわけじゃないですか、はいはい、で自分の人生良くしようっていうことですごいもがいてるじゃないですか、はいはい、で真実が見えたことで何が落ちたと思う、星さん的に。
で、やっぱまあ、何が落ちたっていうと、やっぱりその、落ちたっていうか、落ちたというか、その自分っていう動きを、うん、都市っていう動きをしっかり見たときに、うん、あ、これはただ動きであって、別に自分っていうものがいないっていう、空の筒で動きっていうものがあったっていうことを見るだけで、困ってたことがとか、あと全て何て言うんですか、問題が全部エンティーっていうか空っぽでっていうふうに見たら、そういう意味でいろいろ見えたけど、でも今分かりだして、所有感がなくなってくっはていう一つありますよね。はもうこれ私の苦しみみたいな、そう、それがない、私の鬱みたいな、そういう私のっていうの強いが、所有感でね、それをどうにかしなきゃいけないんだみたいなのがすごい緩みますよね。そうですね。そう、その私のっていう人がいないっていう気づくだけで、そうそうそうですね、私のっていうよりも、大きな流れの中で、生命のエネルギーっていう大きな流れの中で起きていることの一つになってきて、もっと距離感が、ですよね。それを勝手に自分と思って自分の苦しみやって言ってただけであったっていうことが見えたらだいぶ楽になりますね、それは。で、ある意味その自分のせいで起きてるわけじゃない。自分のせいで起きてるというよりも、もうそれはもう何でしょう、その自分がいると思うと全部自分が起こしたと思っちゃうじゃないですか。なんか自分がこうだったからこれが起きて、でもし自分が違う選択をしてれば起きてなかったかもしれないっていうになるじゃないですか。でも自分がいないんだったら、もう起きる流れが起きてたっていうことしかないから、そういう意味でその鬱だとか何だとか、その自我的には起きちゃ嫌なことも、でもそれも、もう、そこに悪い人は誰もいない、言いたいことは。責める誰かは誰もいないっていう。で、いいことも悪いこともないしですね、そそうれ、そうそうそブーツ自体悪いことでもないし、いいことでもないっていう、う。ただそうそ起こっていることっうそ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 う。ていう。で、やっぱりその、例えば、うつの場合に、うつってことの感覚自体ももちろん苦しいんですけども、よく私たちがやっちゃうのは、うつになってる自分は良くない。っていう自分責めをすごいしちゃって、そもそもの鬱っていうのはの感覚を、こういう自分は良くないっていう思いでまた膨らませて、で、なんだろう、そのこういうことをしてないからダメなんだとか、いろんなストーリーで苦しみ、鬱の苦しみをどん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 大きくしていくみわかたいりまなすね。ことをやるじゃないですか。でもそうすると、そういう思いがドーンってなくなると、鬱という感覚だけがそこに残って、でそれはその生命のエネルギーの中で起きてる感覚で、でそれをどうしようかなっていうふうに見ることができる。でどうしようかなって見た時にはかなり距離感あるし、でその好奇心とかこう慈しみも出てくるので、わかります。まあ、ある感覚としてはあるから、気分は別にスッキリとか全然ないんですけれども、相当違ったものにですよなね。ってきますよね。これもこの鬱は自分の鬱で、自分がどうにかしなきゃいけないし、自分がなんか良くないから、なんかこんな鬱になっちゃったみたいな世界に自来てる分のとが全然違鬱っいます。ていう苦しみ、その本当に自分が私がっていうのの苦しみはすごいですね、そういうふうに言ってたら。その別に怒ってるものに対しての、その自分がと思うとか、私に怒ってる鬱っていうだけの苦しみ、さっき言ったみたいに、それも苦しみっていうのはそういうとこですね、もうほとんど。所有しちゃっそういう人、て、そういう、そうですね。とはいえ、じゃあそのやっぱ鬱の感覚っていうのはあり続けちゃうわけですよね。で、その時にそのこう衝動、自分の中から湧いてくる衝動として、それを、やっぱり解放したいとか、ナチュラルな自然のエネルギーに戻したいっていうのは出てくると思うんですよね。で、それに対して、そのノンジュアリティの癒しの方ですけども、癒しのワークをしたり、問いかけをしたりして、で、なんでそこに、ここに鬱っていう感覚があるんだろう、なんでここにずっとあるんだろう、なんかずっとあるってことは何かしら意味あるよね、それは何なんだろう、でアンカーにしてしまってるものを、こう動かないようにしてしまってるもの、アンカーって何なんだろう、
っていうのを見ていくのが癒しかな。わ、はい、かりますね。だから直すとか、はい、なんかでもそれはやっぱりノンジュアリティから見るって見るからそういう意味ですよね、うん、やっぱりだからその前でそのセパレートセルって何ですか、その個人から見てるとやっぱり同じことになってますけど、うん、やっぱそのノンジュアリティの視点からしっかり見るっていうことだけでやっぱり、うん、一体何が本当に起こっているのかってしっかりそのディスタンスがあるか見えてくるってことですよね、うんうんうん、どういうエネルギーがその鬱っていうエネルギーをここにずっとおらしたって、うん、だって全て流れてるもので別に気にしないものは行ったり来たりしますし、うんうんうん、簡単に流れてくるのね。でも、うん、でもやっぱり、ね、傷つくことやら好きなものとか嫌なものはしっかり残るし、うんうん、しっかり戻ってくるし、でもそれは何で起きるっていうのはそこから見ていくことによってやっぱり僕今キューインクリっていうのはそのインカーリ問いかけとか OAD とか似てると思うんですけど、うん、やっぱり その視点からアウェーネスからしっかり見ることによってやっぱ違うんですよね、そのストーリーをに回されてないっていうか、うんうん、もうそれをちゃんと何ですか、うん、thoughts とか思考とイメージとセンセーションだけしかないじゃないですか、きちんと全部元に戻すとゼロにすると、うんうん、そういうふうな風に見ていくとやっぱりダイセクトしていきませんというか分解していっていろいろ見れますよね、うんうんうん、だからその鬱という良くないものを直していくっていうよりはもっとその好奇心で見ていく、はいね、見ていくっていう作業なんですよね、はい、でもこの見ていくっていうのがすっごい難しくって、はい、多くの時間にとって考えちゃうんですよね、はい、でなんで鬱になったんだろうとかどうやったら直せるのかとか、はい、これはどういうことなんだってものすごい考えちゃうんですね。見る、ただ見るっていうことってものすごい時間にとって難しい。難しい、うん、そう、ただ見るって本当にただ見るってこと。だから僕も今映って考えたら真剣にやるとね、すっごい難しいです、ね。はい、で頭で考えたらもう映、まあ、僕今それ体験しないからあれですけど、まあ、例えば映っていう僕の中の映っていう意味っていうか映っていってやっぱ映っていう言葉の思考があって映っていうセンセーションがあって、うん、もしもしとかかってたら。それだけなんですよね、うんうん、でそれにあともし鬱やった時にもし自分が本当に鬱やと思った時の過去のイメージが出てくるかもしれないけどそれはただイメージだけであってって一個一個そういうふうに見るってことですよね。別にそれを全部一個にして大きな自分に起こってるものって見るじゃなくて、うん、一個一個そうやって見ていったらただ見るっていうことです。まずそのほとんどの自我が原因探しに行っちゃうんですよね、はい、で鬱になった原因を探していっちゃう。でそうするとこの今ここを離れてしまうんですよね。なんか過去にこんなで間違いもちろん間違いじゃないんですけども、でもそのこれもいつも歯医者さんの歯が痛いの例えて言ってるんですけども、はい、歯の痛みの原因が分かったところで歯は治らない、歯の痛みは取れないから今どうなってるかを見ないといけないよね、歯の状態を。でそうするとうつも同じで、いくらその原因探ししてなんか自我って原因を見つけてそれを治せばなんか治ると思ってるんですけど、それってほとんどなくって、でそうじゃなくて今どうなってるのって、 今ある感情はじゃあ鬱って一言で言うけども、不安または怒り、それとも恐れ、それとも絶望感、後悔で どんな感情が一番支配して鬱になってるんだろう。でそこをまず見て、それをよく見て感じていると次にその下に潜ってたものがまた見えてきて、で大体そうになってるので、はい、で、ある意味だからその問いかけと見ることで心のレントゲンをやってるみたいなもんですよね、はい、うんうん、それをやっぱしっかり見るっていうのは今言ってたみたいにやっぱ今に常にいなきゃいけないってことですね。やっぱり思考的にフューチャーに未来に行ったり過去に行ったりしてたらやっぱりストーリーになるってことで、もうそういった瞬間にもストーリーになってて自分の個人がいるってことですから、別にそれは悪いことじゃないけど、うんうん、でもやっぱりしっかり見るっていうことはやっぱりその今から見るイコールノンジュアリティって言ったら変ですけどアウェネスから見るっていうことと同じことですもんね、うんうん、今からだからそう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 、ストーリーに行かないっていうことですよね。だからね、はいはい、こういうことがあってこうで過去でなんとかでっていうのを、はいはい、じゃなくて今ここにあるものをただ見ていく、そこに感じてる、うん、で本当に今見るっていうことはもうイメージと思考とセンセーションしかないですもん。今何あるかって聞いたらもうそれしかないけど、それを何かにしようとする年はいますけど、まあ、思いたい、はい、そうですね。だからそれしかないっていうふうに言ったら別に怖いものもそんな怖くなくなるし、うん、
それすごいチャージがあったものもそんなセンセーションして感じれたら、それだけストーリーなしで感じれたら一緒に酔いそれるしっていう、なんかすごいオープン大きなスペースやし、もっとブラックしててプラクティスとかあのとか言いたくないですけど、やっぱそのアウェイネスに寄り添ってことに慣れてきたら、そこからものを見れるようになってきて、しっかり自分が何起こってて見えてきたらはっきり分かってきません。それでもっとそのプロセスとか、その今に起こっていることにの、の何ですか、トラストっていうんですか、あの信頼が増えてくるだけです、だけって言ってるんですけど、増えてくるっていうイコール、いやーしじゃないですか。ね、はい、なので一つはやっぱりノンジュアリティの癒しといった場合、一つはその苦しみを所有しない。所有しないんだけども否定もしない、はい、あるはあるよねって、はい、ただ起きてるだけって言って否定することもしない、はい、でその起きてることをきちんと見てく、はい、見てく見てく感じる感じる、はい、今ここで見て感じるっていうことかな、うん、ですねと思いますよ、ね、うん、じゃあ今日この辺にして、はい、で、また次回違うテーマで、てか同じようなテーマでいきたいと思います。僕はあんま日本語下手なんで、それはあれなんで、まあ、なるべく説明しようと思いますけど、うん、じゃあ次回よろしくお願いします。はい、大丈夫です。